メガネライター藤井隆乃がお送りするメガネ流行通信。今回は歌手のエメさんがかけた話題のメガネをデザイナーが紹介。テイラーウィズリスペクトの脇さんに話題のメガネについて聞いてみました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近すごい話題になっているメガネがあるそうですね。はい、鬼滅の刃の主題歌を歌っている、歌手のエメさんが The First Take という一発撮りの YouTube の番組で片思いっていうあの曲を歌ってるんですけれども、そこで Taylor with Respect のディアデマの3番カラーをかけていただいてます。でそれってじゃあ反響とか結構あったんですか？いやもうすごいですね。もう思った以上にすごい反響です、エメさんがかけてるメガネってどんなものなんですか？はい、こちらになります。モデル名はディアデマって言います。上から下にグラデーション、綺麗なグラデーションなんですけども、上がネイビーで下がゴールドという非常に綺麗な形ですよね。素材はメタルですよね。メタルです。はい、チタンですね。クラウンパンク。そうですね。水の形状はちょっとボストンシェイプ丸っぽいんですけど、外側がクラウンパントという非常にかけやすいモデルになってます。で、サイドのカラーのやつと変わってますね。こちらですね、テイラー・ウィズ・リスペクトの T の文字を、モチーフにした、デザインになってます。あれですね、ファーストテイクで歌ってる時に、割と横からチラチラ見えるそうですね。非常に分かりやすい。はい、ちょっと大きめなんですかね。そうですね、女性がかけるには少しだけ、オーバーサイズになってます。エメさんちょっと大きめでかけてる。そうですね、はい、それがちょっと可愛らしい感じなんですけども、はい、結構探してる人多いんですね。そうですね、もう取扱店舗さんにすごくいろいろ質問が入ったりとか問い合わせが来てるみたいです。でも買えるんですか？今ね、物がないので、納品がだいたい9月末から10月にかかってます。じゃあ生産が追いつかないんですか？人気すぎて。そうですね、はい。残念ですよ、せっかくね。そうなんですよ。ただ朗報がありまして、今回の春の新作で2サイズダウン、同じデザインで、そういったモデルを発表してます。同じ形のちょっとちっちゃめのデザイン。はい、そうです、そうです。いいですね。はい、じゃあぜひちょっとそれです。はい、こちらが、今回新作で出す、ディアデマの2サイズダウンで、モデル名が、バッタスって言います。あ、同じ形同じ色ですね。はい、そうですね。それは大きさはどれぐらいですか？こちらの方がディアデマ、エメさんがかけてると、はい、こちらが今回の新作ですね。わかりますでしょうか？わかります。エメさんがかけておられるのが49ボックスの20、はい、で、今回の新型バッカスは、47ボックスの20になります。あ、ってことは、はい、2ミリちっちゃい。あ、そういうことです。すごい、結構本当わずかの差なんですね。そうですね、でもイメージ結構変わります。あ、本当ですか？はい、かけるとどんな感じですか？はい、まずエメさんがかけていたディアデマの3番からこちらになります。丸い形とグラデーションが効いてますね。あ、ありがとうございます。すごい綺麗ですよね。でも大きさぐらいはこうやってなんかあれですね、ちょうどいいか、ちょっと大きめぐらい。そうですね、そうですね。男性かけるとこういう風なサイズ感かなと、はい。じゃあ新しいものはどれぐらいですか？はい、新しいものは2サイズダウンなので、47ボックスの20、こちらバッカスですね。ちょっとキュッとキュッとなりますね。はい、ちょっとちっちゃい内側になってます。はい、これもなんか自然な感じですね。そうですね、こちらはこちらですごくいい見方になっていると思います。ユニセックスですかね。そうですね、はい、どちらもいい感じで描けれると思います。ちなみにアニメさんのメガネが好きっていう人は女性が多かったですね。そうですね、女性の方が多いんですけれども、中には男性の方もおられるみたいですね。両方違っているってことですか？そうですね。今のサイズがもしかしたら、ね、男性でも女性でもちょうどいいかもしれないですね。そう思います。これは普通にいつ頃手に入るんですか？こちらの方は予定では7月末から8月にかけてのデリバリー予定になってます。で、それで店頭に上がってくるんですね。そうですね、はい。売り切れる前に買えるといいですね。あ、本当にそうです。楽しみにしていただければと思ってます。チャンネル登録もぜひ。